ここではドイツの宗教改革について外説する。宗教内での問題から出発した宗教改革は世俗的問題と結びついて近代国家の成立や近代思想にも影響を及ぼした。宗教改革が主権国家を単位として宗教生活を規定する方向に進んだことは普遍的なキリスト教世界に立脚していた一つの教会という理念を破壊し、 強権の基盤を脅かした。近代に入ると、すでに強権は、各主権国家に対して優位性を主張することができなくなり、今日まで続く国民を単位とした政治社会が形成される。一方、思想面においては、内面の自由、良心の自由が確立され、近代政治思想における基本概念の一つとなっていった。1517年ルターによって、 95カ条の論題が発表され、宗教改革が開始された。発表当初は、職場をめぐる、装飾同士の内輪もめと世間に受け取られていたが、やがて教皇主意見が主要な争点になると、人文主義者も続々この論争に関与するようになった。神聖ローマ皇帝カール五世とエラスムス派の人文主義者、恩恵的なカトリック聖職者の姿勢は、この論争に際して、 宗教の統一を重視し、プロテスタントとカトリックの歩み寄りを期待した。実際両陣営において、当初から妥協と和解が不可能ではないことが認識されており、教義においては、ルターの思想がカトリック的であることは、当時も後にも様々な局面で指摘された。例えば、ツビングリ、カルバンなど他の改革派は、ルターのプロテスタンティズムを教義において保守的であると批判している。 また、ルターの教義の革新である、新興義人説については1511年に、数奇教コンタリーニがルターとは、無関係に、この結論に達しており、同時代では、イングランドのメアリー女王の下で、カンタベリー大司教であった、数奇教ポール、人文主義者で、ケルン司教区の改革に従事していたグロッパーなどが、個別に新興義人説に到達している。コンタリーニ、グロッパーなどは、 カトリックの恩恵派で論争に際してはルターとの和解を模索した。一方、教皇クレメンス7世とその後継者、パウルス3世は、プロテスタント側への歩み寄りが、教皇主意権の破壊につながることを警戒して、和解を拒否し、カール5世を警戒して、ドイツの分断を狙うフランス王、バイエルン公もこれに同調した。ルター派の側もザクセン選定公などが、 政治的理由から降下した態度を取り、ルター派の基盤が形成されると、当初は寛容的な態度も持っていた、ルター自身も、非妥協的になった。かくして、宗教改革は、教義の問題を超えて、政治問題と化した、ルター像ボルムスにある。中央の高い位置に立つのが、ルター像。ガーニ、フリードリフン構造が控える。ルターの思想はアウグスティヌスに影響を受けているが、 アウグスティヌスの教会論を意図的に退りけているように見える。アウグスティヌスはドナテイストとの論争において彼らが教会に分裂をもたらしかねないことが問題であるとした。教会は唯一であるべきというのが彼の考えであった。ルターはアウグスティヌスに従って人間の現在を重視し、人間は本質的に罪人である上に神の絶対的支配のもとにあるのだから、 神の意志を超えた人間の意志による善行があるとすれば、それによって救われるのではないとして、自由意志を否定し、ただ神の恩寵によってのみ救われることが可能であると、した。この神の恩寵に預かるためにはひたすら神を信頼し、信仰を寄せることによって、救いに至ることができる。この神と個人との間には、基本的に介在するものはないという。ここから、万人死災主義。 神の前での信仰における人間の平等、聖職者の特権の否定が解かれる。従来教義などの信仰の根拠が教会に求められていたのに対し、ルターは聖書にあるとする。たとえ教会の教えであっても聖書に記載のないものは神の言葉ではないという。教会が独占していた聖書の解釈も万人が自由に行って良いと述べた。ルターは、 聖書解釈や信仰における教権の優位性を否定した。ルターはまたに世界統治説を唱えた。神がこの世界に二種の支配を作り出したといい、一つは霊的な教会で目に見えないものでありかつ、キリスト教徒のみに許されている。もう一つは世俗的な権の支配で、これは世界のあらゆる民族を包含している。ルターは、キリスト教に反しない限り世俗支配は、 積極的に受け入れるべきであると徳が、教皇もしくは皇帝が違反した場合にはこれに抵抗することができるという。しかしながら、ルタは、あらゆるキリスト教徒が抵抗の主体となることを認めているわけではない。抵抗の主体となり得るのは、自らの領民をキリスト教のもとに保護する責務がある諸侯のみである。しかも、世俗法においては、皇帝と諸侯は契約によって、 関係を結んでいるのだから、同等であるという。農民のような民衆は、皇帝と対等ではないので、抵抗すれば反乱である。これは、信仰における諸公の絶対的権限、両方教会制度を理論的に認めるものであった。当初はごく限定的な教会の腐敗の問題、あるいは競技上の問題から出発した宗教改革は、その影響が後半にわたるとともに、 政治的な傾向を強くした。具体的には、宗教改革はまず教皇主義権への挑戦という宗教内の政治的問題に変容し、さらにドイツ国内の皇帝権に対する諸行の自立を求める極めて直接的な政治問題に転化した。この問題は30年戦争の直接的な原因ともなるのであり。 ドイツが長い分断国家となる契機の一つが宗教改革に求められる。しかし一方で、ルター役聖書が近代ドイツ語の基礎となったように、文化的側面においてはドイツの統合をもたらす側面もあった。1530年にカール5世はアウクスブルクに帝国議会を召集した。議会ではルター派はアウクスブルク信仰告白を提出し、 スビングリやシュトラースブルクなどの改革派4都市は独自の信仰を提出し、プロテスタント内部の宗派分裂も明らかとなった。議会ではカトリックが優勢を占め、最終的決定は翌年の議会に持ち越されたものの、カール5世はルターを帝国追放刑にし、プロテスタントを遺端とする1521年のボルムス直令を執行するよう命じた。 アウクスブルク帝国議会プロテスタントの帝国諸公、諸都市はアウクスブルク帝国議会後の翌1531年2月に、ヘッセン・ホーハクとザクセン選定公明主とするシュマル・カルデン同盟を結成した。宗教戦争が一触即発に迫ったが、1532年にカール5世は妥協しニュルンベルクの宗教平和によって、暫定的にプロテスタントを保障した。 これを境に、プロテスタントは勢力を一気に拡大し、南ドイツのビュルテンベルク公領では、プロテスタントであったために追放されていた、ビュルテンベルク公ウルリヒが1534年に、福井市、北、ドイツでも同年、ポメルン公、1539年に、ザクセン公とブランデンブルク選定公が、プロテスタントに転じた。西南ドイツではルター派とは異なる。 改革派進行が広がっていたが、競技場の問題で妥協し、プロテスタントの政治勢力は統一性を持つようになった。カトリック諸公の側も、ニュルンベルクで同盟を結成し、プロテスタントに対抗した。1546年にワルターが死亡し、同年ザク選考が選定校の地位を条件に皇帝支持に転じた。それ以前に、ヘッセンホーハクも、 重婚問題からカール5世につけ込まれ、政治的に中立を守らざるを得なくなっていた。自身に有利な条件が整ったと感じたカール5世は、同年シュマルカルデン戦争を起こし、シュマルカルデン同盟を壊滅させ、翌年のアウクスブルク帝国議会ではカトリックに有利なアウクスブルク仮信条協定が成立した。しかし、息子フェリペに、 ドイツ・スペインの領土と転移を継承させようとすると、ますます反発を招いて、カール5世は孤立した。ザクセン先帝公モーリッツが再び反抗帝、プロテスタントの側に転じ、1552年に諸侯戦争が起こると、カール5世は敗北し、パッサウ条約締結。この敗北からカール5世は、弟のフェルディナントに宗教問題の解決を任せ、 1555年にアウクスブルクの和議が成立した。この平和例により、一つの支配あるところ、一つの宗教があるという原則のもとに諸公が、自身の選んだ信仰を領内に強制することができるという両方協会制度が成立した。ただしカルバン派、ツビングリ派、最先霊派などは除外された。ありがとうございます。